て、続いて2人が楽しむのはこちら、人力車です。これ乗ることできるんですか？はい、本日は美人お二人をお乗せするために人力車用意してまいりました。めっちゃ言わされてる。伊勢神宮内宮周辺を拠点に活動している伊勢屋。お客さんの要望には最大限応えるというのがモットーで、知る人ぞ知る伊勢の穴場へも案内してくれます。アルコール消毒をして、いざ人力車へ。私もしておきますね。いい。よし、ではでは、お手どうぞ。あれ、優しい。腰掛けこちらで、はい、はい、いい。わ、すごい、はい、なんかいい。あ、いいですね。ありがとうございます。それでは改めて私、人力車三つ瀬屋の前田光明と申します。はい、みっちゃんと呼んでください。みっちゃん、お願いします。お願いします。それでは参りましょう。ベルビーさんもして人力車行ってきます。わー、行ってきます。すごい、行ってきます。すごい、はい、二人決めてください。あ、前田さんめっちゃ立ってくれてる。ありがとうございます。すごい、もう何これ、楽しい。結構ね、見た感じ目線が割と遠くまで見えたな。そうですね。ちょっとじゃあ一つクイズをしようかなと思います。はい、みっちゃんクイズ。みっちゃんクイズ、いっちゃいます。ありがとうございます。お祓い町通り、これ空を見上げていただくと、よその町にはあるけれど、この町にはないものがございます。これは一体何でしょうか？わかった。ちょっと待ってください、まだ言ってないですよ。わかった、わかりました。じゃあ一斉で行こう。はい、せーの、電線。大正解。大正解でございます。電線って言っちゃった。電線と電柱、はい、どっちも正解です。ありがとうございます。そうなんです、こちらね、電線電柱すべて地下に埋まってるんですね。埋めちゃったんだ。そうなんです、街の風情を守るための工夫なんだそう。人力車は10分ほど楽しんで1人1000円。伊勢に詳しいみっちゃんにおすすめのお店まで連れて行ってもらいました。あ、こちら、すごい、丸吉さんでございます。ありがとうございます。今年5月にオープン、牛のオブジェが目印の松阪丸吉。松阪牛を扱う